山梨県立甲府第一高等学校は山梨県甲府市に所在する高等学校である。通称、一校、甲府一校、明治20年頃の山梨県立甲府中学校明治40年代、甲府城内の山梨県立甲府中学毎年10月初旬に行われている伝統行事で、戦前から戦後まで90年の伝統を誇る。 遠足という名で呼ばれるが実質は恐怖大会であり、全国に存在する類似の行事は恐怖と称される。戦後には多くが廃止されている傾向にあるが、全国的に見ても長い歩行距離、所要時間であり、生徒の国旗心を寛容する行事としても位置付けられている。1924年に、時の文部省より11月3日が全国体育デーから改められ、明治節 同日前後が全国体育週間と定められた。学校では体育行事を実施せよとの通達があり、全国で2万ほどの催し物が開催され、多くは学校が主体となった体育行事であった。甲府中学の第10代校長江口俊弘は遠足運動を企画し、11月3日に第1回大会が開催された。第一回大会は三班に分かれ、第一班は 東京方面第2班は、韮崎市の新婦城往復、第3班は、選挙を往復で、参加者が各コースを選択した。校長の江口俊博は、前年6月に赴任し、その年の9月には、関東大震災が発生しており、後に、震災の経験から、歩く、教育の必要性を実感し、同僚の教員と相談して、教校遠足を学校行事に取り入れたと、 10回している。なお、強行遠足の発案者を、教員の矢島種次ぐとする説もある。2年目からは、松本方面へ、コースが変更され、強遠足と称した。強行遠足と呼ばれるようになるのは、第3回からである。1929年の第6回からは、品の大町方面コースが定着。制限時間は24時間である。 最高記録は1957年の甲府、柳葉館。1930年代以末には、甲府中学教員の島田武氏が、教皇遠足の普及、科学研究のため新聞に文章を発表し、島田は、後年に、教皇遠足の主と称された。1937年8月2日から8月7日には、東京で開催された第7回世界、教育会議において、 当時の甲府中学校長、熊部惚れただが、準備委員会、中等教育部委員に任命され、8月4日に開催された、中等教育部第1会議では委員を務めている。本番では、甲府中学の強行遠足に関する発表が予定されていたが、実際に発表が行われたことは確認されない。ただし、同会に際して、小冊子、本校における、強行遠足の意義と、 その実際が配布され、これにより、甲府中学の教行遠足は、全国的な知名度を得た。同冊子は、英語版も刊行される予定であったが実現されて、おらず、本会議で、教行遠足に関する発表が実施されなかったのは、熊部の体調不良と英語版冊子が未完であった、ためと考えられている。交通機関が発達して脚力が低下した、近代社会において、 恐怖は健康維持の観点からも注目される一方で、1937年には日中戦争が勃発し、兵士要請の観点からも重視された。1941年に体育指導者の大谷武一は、成城府において、甲府中学の教皇遠足と、鹿児島県女子師範学校、鹿児島県立第二高等女学校の事例を取り上げた。こうした風潮を受けて、 1941年の第18回大会では、従来の個人の限界に挑戦する従来の趣旨に対し、生徒の団結を強化するため、最優秀組を表彰する制度が導入され、各学年において平均歩行距離が最高位のクラスに優勝額が授与された。1942年には、意義とその実際の改定版が刊行され、 海底版においても戦時色が強く出され、同年前後には強行遠足が最高潮に達したという、強行遠足は行政側からも注目され、1943年の第20回大会では、厚生省体育館健康整備士の長崎徳造、第2本体育開校軍産学部理事の中村健が大会を視察している、終戦の年である1945年には、 中止されるが翌年から再開された。戦後には何度かの反対運動がありつつも現在に至るまで存続している。シナの大町方面コースが交通型となり、1962年から作王間を約22時間以内に歩く終点地制が取られるようになった。女子はスタマ小海間の約4 0トルコースである2002年の第76回大会において、 高海県院所手前で暴走者の臨下によって女子生徒二人が死傷し、カズトが軽傷、カズトが亡くなった。学校では存続の是非を問う生徒、保護者を対象としたアンケートを実施し、翌2003年2月19日に存続を決定。同年度からは距離、所要時間ともに短縮。その後は安全対策を講じつつ2007年までは男子が 甲府の山間を11時間で女子がスタマの山間を7時間30分で歩く暫定的なコースが採用されている2008年より男子のみ甲府小海町間の 75.3km に再延長6年ぶりにコースが変更されるとともに午後10時出発の夜間歩行も再開二千十三年男子の咲王冠コースが復活二千二十年の 第93回大会は、新型コロナウイルス感染拡大を受け、男子が県立牧場公園までの4 3 8トル、女子が高根総合支所までの3 1 0トルと、距離を縮小して実施。感染防止のために、スタート時はマスクを着用し、給水所ではコップによる給水ではなく、ペットボトルを配った。現在では、薄田で一つ、小室で一つの、 計二つもらうことが可能である。現在の吹奏楽部は応援団の下部組織として置かれており、正式な名称は応援団吹奏楽部、女子近世の部活であった時期もあった。アマチュア無線呼び出し符号 JA1 ユックが存在した。JA1 ユックは電気物理部に設置されていた。無線局の免許は5年ごとの更新のため、熱心な生徒が卒業すると継続が危ぶまれる。 山梨県立甲府第一高等学校の人物一覧を参照 AB 写真集明治大正昭和甲府ふるさとの思い出1 0田だ分野坂本徳一著、図書館公開昭和53年国立国会図書館蔵書2019年3月22日閲覧餅月 PP17 から18餅月 P17 餅月 PP 17から18も月、PP18 から19も月、PP18 から19もちづき、P18 も月、P18、江口、激励の字、甲府中学校教皇遠足20周年記念誌、も月、P18、帯急増、教皇遠足樹始め、甲府中学校教皇遠足20周年記念誌、も月、P19 も月、 P20 もちづき、P19 もちづき、P19 もちづき、PP20 から21もちづき、P21 もちづき、P22 もちづき、P23 もちづき、PP24 から25もちづき、P27、ありがとうございます。